うわ、あ、ちゃうやん、こっちやんか。これやわ。これやわ。富屋は富屋で待ってる人おる。ここは何や。これもなんかご飯屋さんやな。焼き豚や。ここもでも昼飲みできるんや。富屋のこっちも並んでるわ。これ前来たとこやな。ここもやってるわ。なんか美味しそう。今日なんていうとこが分かったの？ラクビア。これを曲がったところぐらいじゃないんかな。あ、これやこれや。これがちょっとなんか味が楽しみやな。そうだね、甘いのかな。甘くないだろ。甘いかもしれない。俺の大山 G ビールはもう何回も飲んでるから分かってるけど。感じですね。リョンケルバイゼンという、小麦で作ったフルーティーな白ビールにローストした麦芽を加えた、口当たり優しいんですけれども飲み応えのあるビールです。で、真ん中が一緒ご紹介した当店のオリジナルビール、リンゴを使ったビールと、アイパッチストアと和歌山県の長浜、白浜の渚ビールさんの、香ばしい黒ですけれども、割と黒、あっさりと飲んでいただける、揚げ物なんかにも、お食事にも合わせやすい感じです。あ、いいですよ、いいですよ。おー、専用グラスほら。あー、この泡。あ、ほんまや、クリーミーな泡やね。ごめんね、全部いけそうやな、この感じだと。うまい。ちょっと暑いので気をつけてください。はい。全部一緒だね。香りがちょっとフルーツの香りがする。それはリンゴ使ったけどね。はい、いい。あ、これいいか。あ、そうだね、これ。you
何が入ったの？エビが入ったの？エビだったの。大きいエビが入った。何だろう？うん、酒結構なんかプリプリしてる。何だろう？わかりません。シーフードカレー。マッシュルーム。コーン。あとわからじ。ご飯はサフランライス。サフランの色がついてるけど。曖昧とかでもこそ。辛くない。ビールに合う？どっちも進むね。IPA ちょっと、うん、いいわ、うん、これが美味しかったら頼もうかな、2杯目を。ちょっと香りするわね、うん、あ、美味しい美味しい。 IPA やね、確かにリンゴが入ってるからそのフルーティー感が増してるな。辛くはない。子供でも食べるな。はい、ボロボロになってる。私のボロを見てるから東京ベイコース IPA、 はい、450円。はい、名前がかっこよくない？うん、かっこいい。美味しそうじゃない？都会の香りするかな。これなんだろう、ピクルスって卵とピクルスちゃう？これをさ、つけるんちゃう？タルタルソースみたいな感じじゃん。そうなんかな、ちょっとついてる。タルタルソースみたいな感じちゃう？そうだよ。お、めっちゃお酢の香りが。もう溶けちゃう？酢なしでいいよ。これこのままがっつりいってみようかな。うん、美味しいね。あ、美味しい。これでもビネガーかけた方が美味しいんちゃう？マジで。あ、美味しい。都会の味。TOKIO の味がするわ、TOKIO の味が。重たい感じがするのは、色が濃いから重たい感じがするんじゃない？そう、印象。気分の問題。色が薄いとなんか軽く飲みやすい感じがするやろ。そうそうそう、これがすごい軽い感じしたんだけど、味覚だけじゃ分かんない。美味しいな。フィッシュラーのチップスのフィッシュはタラやろ。このタラでも美味しいな、うん、ポテトは、ポテトはまあ同じなもんやろ。マックと同等って感じ。ケチャップが続くから。あ、マックより上ってこと。あんまりその、私ビールの味はよくわかんないけど、うん、味が違うのはわかるよ、ちゃんと、うん、ぐらいかな。この3つはでも全然違うやろ、タイプが違うから。やっぱりね、IPA が美味しいと。なんか爽やかな感じと程よい苦味。美味しいけど2杯までかな。フィッシュ&チップスのフィッシュが美味しいな。美味しいね。すごいお客さん昼から入っとるよな。そこだったっけ？現像か。違う違う。現像は現像でよかったけど、やっぱりこっちの方がやっぱちょっとおしゃれやな、うん、だって立地的にも向こうはアクア、うん、こっちは並木通りっていう感じ。そうだね。また
おしゃれ度合いが違うでしょ。ちっちゃくてラブレーターとかも。はい。お疲れ様でした。山だったな。どうするん？バスセンター？バスセンター。じゃあ俺は大分へ帰るから。はい、さよなら。Come on.